はい、こんにちは、ココメです。今回はバレットジャーナル的なものを作ってみたので紹介したいと思います。ということで今回もミニ動画としてやっていくんですけど、あんまりバレットジャーナルのこと詳しくないので調べてみたんですけど、そこまで忠実にはやっていなくって、まあ、ほぼ自己流という感じになっています。では早速見ていただきたいと思います。まあ、こちらはリングノートとなっていますね。髪はクリーム色となっています。まずはこれはバレットジャーナルで必要ということで書いてみました。目次、実際に使うかはわからないんですけど一応書いときました。私が今回使ったペンはこの3つとなっています。蛍光ペンはステッドラーのスイングクールターコイズです。マイルドライナーを使っている方の画像を見たんですけど、まあ、それと似た感じの色だったのでこちらにしてみました。こんな色になっています。そしてそれとも似た感じの色になっているんですけど、サラサクリップのブルーグリーン、可愛い色だなって思います。メインで使った黒いボールペンはゼブラのサラサクリップです。ただこのデルフォニックスのロールバーン、結構裏写りがして裏抜けもしてしまう時がたまにあります。あまりロールバーンとサラサクリップの相性は良くないです。まあ、この紙で裏抜けしない水性ボールペンはわからないんですけど、サラサクリップはこの紙には合わないかなって思います。続いてはマンスリー2月のみを書いてみました。ちなみにこれは実際にまだ使っていなくって、ただ今は作ってみただけっていう感じになっています。あんまり参考にならないと思うんですけど、まあ、こんな感じでやってみたということを紹介したいと思います。まあ、ここはページ合わせで何も書いていません。続いてはトゥードゥーリスト、やることリストを書く欄を書いてみました。1週間分やることを書けるようになっています。一応天気も書いています。そしてこちらはダンリストということで、やったことを書くような欄を作ってみました。さっきはやることリストということでやる前に書いておくものなんですけど、これは今日やったことを書くっていう感じになっています。最近ほぼ日手帳に今日やることを書いていたんですけど、今日やったことも書いた方がいいんじゃないかなと思って書いていました。でここからはちょっと違うんですけど、いろいろなリストを書いておこうかなということでこのように書いてみました。あんまり月ごとに書いていくものではないのかなと思ったんですけど、欲しいものリスト、を残したいメモ、雑談ネタを書けるようにしてみました。雑談ネタっていうのは作業用チャンネルで話したいことをここに書く感じで、一応これはダイソーで購入したクラフト紙を貼っていて、これはサラサクリップで書きました。この紙もマステもダイソーで購入しました。一応この線はペンテルの筆タッチサインペン、これはサラサクリップのヴィンテージカラーグリーンです。この紙も先ほどと同じようにダイソーで購入したものです。スケッチブックみたいに凹凸がある紙となっています。エンボスペーパーです。で最後は体重です。体重管理をしようということで、ただ毎日体重を測るだけですね。グラフっぽい感じで書こうかなと思っています。ちょっとでも参考になれたらなと思います。やることを書くときは昨日紹介したステッドラーのアバンゲルライト7花を使うかなと思っています。ではこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では